日吉二見町で地元で採れた柑橘の販路拡大を目指して新たな商品が誕生しました。それがこちらのゼリーなんですね。今日から販売が始まった商品なんですが、二見を盛り上げる新たな名物になるのでしょうか。何やねん、ゼラチンって持ってきた。はい、砂糖ここにある。崩れた時のためにもちょっとそんぐらいで。伊予市二見町の地域おこし協力隊、上田沙耶さんと内子町の柿農家谷岡舞さん、二人は去年6次産業化を学ぶ勉強会で出会い、二見のみかんを使った新商品作りに取り組んでいます。学生やったし、出会った頃はやっぱ無知な部分とかもあるでしょ。そういうところを助けてあげたいなみたいなのはすごいありましたね。母ですね。そうそう、母の気持ち。うちこの母。お母さんのように頼もしい存在の谷岡さんは、農家の傍ら旬の野菜や果物を使った加工品の製造販売も手掛けています。焼きとうもろこしを作ってガーリックオイルにつけたりとか、これとかはミニトマトをドライにして少し下味をつけて玉ねぎと一緒にオイルにつけたりとか。でなんか野菜ってギフトには向かないっていうか、その日常なので、その野菜をギフトにしたかったっていうか。谷岡さんが一昨年立ち上げたファーマーズキッチンひまりの、その原点は娘さんひまりのために。好き嫌いが多い子供に大地からの贈り物の野菜を美味しく食べてほしいと、母の思いを込め一つ一つ手作りにこだわっています。コロナ禍でこれまで中心だったイベント販売ができなくなる中、愛媛ならではの味を全国の人に楽しんでもらいたいと、新たにお手製の瓶詰めと農家仲間の自慢の野菜をセットにしたネット販売をスタートするなど挑戦を続けています。上田さんとのコラボもコロナ禍で知り合ったのもきっかけに、何か彼女がチャレンジしたいって言ってることの手助けがこの商品開発を通じてできないかなと思う。作るのは二見産柑橘のジュースと小ぶりなハウスみかんを使ったゼリー。一つ一つ筋を取って食べやすく、手作業ならではのこだわりです。二見ってまだまだ一次産業ばっかりだから売れるものが少なくて、高単価なジュースだけじゃなくて、こういうちょっとした何だろうな、加工品みたいな作って、もうちょっといろんなところに販路を広げたいなっていうふうにずっと思ってて。実は今回使うジュースも規格外の小さなみかんを使って上田さんが商品化したもの。地域の産業を盛り上げたい、二見への愛と谷岡さんのノウハウがコラボし、なんとたった1週間で新商品のアイデアが形になりました。なんかね、どうやってやったらその日持ちっていうかするかとかすごい考えました。果実本来の味を生かすため砂糖の量は控え、生のみかんを丸々1個投入。かわいい、めっちゃ。瓶詰めして空気を抜くことで長期保存を可能にし、より多くの人に楽しんでもらえるスイーツを目指します。そうして完成したゼリーがこちら。蓋を開けると完熟ならではの鮮やかなオレンジ色の海にみかんが浮かびます。いただきます。いただきます。うん。あ、おいしい。いい、いい。ね。プルンとした感じ。これでいけるな。
だから冷やし具合によっても味の食べ方が変わりますみたいな。あ、そうね、ちょっと冷やしてジュレ、めっちゃ冷やしてゼリー、うん、超冷やしてシャーベット、シャーベット、うん、いいね。おととい、不作を重ねた2人は内子町の加工施設にいました。最初午前中ずっと皮むきよったんですけど、みかんのもう最初の30分で作りました。週末に迫った発売日に向け、なんと300個ものゼリーを一つ一つ手作業で作っていたのです。はい、いいですか。海とそこに沈む太陽ですね、まさに。そう見えません、これ。ほら、海に沈む太陽、夕日、二見の。二見の夕日ゼリーや。二見の新名物にと期待を込めて、ラベルも一枚一枚丁寧に貼って仕上げていきました。これを食べて、二見に行きたいなとか、二見の海岸で夕日見ながら食べてもらって、あ、さらに美味しいなと思ってもらえるような、二見の宣伝塔になってほしいですね。また一つ地域活性化の期待がかかる新たな味が誕生しました。何度か取材させてもらっている上田さんが関わっているということで、はい、今回名古屋さんが訪れたと。そうなんです、あの、はい、お二人の思いついてから形にするまでのスピード感が本当にすごくて、うん、お二人とものパワーエネルギーをすごく感じました。はい、今回のこのみかんゼリーは今日からエミフルマサキの地産地消フェアで明後日まで販売されています。今回極早生みかんのジュースでちょっと酸味のある爽やかなゼリーに仕上がってるんですが、うん、今後また違うみかんジュースも使ってどんどん商品を増やしてバリエーションも増やしていきたいと意気込んでいました。ナイスコンビのゼリー、はい、美味しそうでした。